日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。こちら業務スーパーで買ったバナナに恋した台湾カステラ、前にレモンのやつありましたね、と糖質カロリーオフフォンダンショコラ、こちらです。そしてスフレチーズケーキを食べたいと思います。業務スーパーの冷凍スイーツ久しぶりだな。もちろんもう準備はしてますけどね。ではまずフォンダンショコラからカロリー糖質オフって書いてますけど、前に食べた通常版とはやっぱりどこか違うのかな。早速食べていきたいと思います。ではうーん、相変わらず冷凍食品美味しいですね。業務スーパーはフォンダンショコラはとろーっとした甘さがありますし、わスフレチーズケーキも冷凍とは思えないほどシュワーっと溶けていって、濃厚なチーズの旨味味わいを口の中に広げてくれます。量もたっぷりあるし満足ですね。ちょっと次から言っちゃってますけど、あまり品は良くないかもしれませんね。そして台湾カステラはわわなんて言ったらいいんだろう、優しい甘さがいいんですけど、ちょっと手につきますねこれ。いや直で食うなっていう話になりそうなんですけど、それぞれの詳細な味はこの後すぐ、ちょっと喉乾いてパサパサになったので、喉午後の紅茶飲んでます。ごちそうさまでした。最初に食べたカロリー糖質オフフォンダンショコラはカロリーも糖質もカットされているとは思えないほど結構甘さがあって、濃厚なチョコレートもじゅわーっと口の中に広がってきました。これで本当にカロリーや糖質がカットされているのなら嬉しい商品です。ただそこまでうわーそこまでと目を開くほど美味しいかと言われるとそこまでではないかなとも思いました。ただ続いて食べたこちらのスプレチーズケーキは口の中でシュワーっとチーズの酸味とケーキ生地が溶けていって、どこ量もたっぷりあるので非常に満足できるケーキにしよう。チーズが本当に濃厚なので、あなたがチーズ好きならぜひ食べてほしいです。で最後に食べたこちらのバナナにも恋した台湾カステラ、以前のレモンに恋したからに続くからバナナにもなんですね。恋してるというだけあって本当に口の中から優しいまろやかなバナナの甘さが広がってくるので、あなたがバナナ好きならぜひ食べてほしいです。自分もバナナ大好きなのでとても美味しく食べることができました。やっぱり大好きなものってどうしてもひいきしちゃうってわけではないんですけど、このバナナに恋した台湾カステラが今回食べた3品の中で一番優しい甘さが広がってきて美味しかったので、代表として5点とさせていただきます。それでは「ビール見て仏を思うぞこの夏は」。仏様がビール飲むか。ご視聴というありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか。チャンネル登録コメント高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。